エゴマニアクス。炎が目的のため開幕エカテリーナがエカテリーナ話してるよさすがに慣れたかな目覚めし力は新たなる可能。いや、というわけで、つごもりのね、ユーズから始めてます。前の続きですね。月の名のもと。月なんだ、つごもりは。へぇ。つごもり何があんの？味方、戦闘終了後、戦闘不能ではない味方 HP を2回復する。あ、なるほどね。SP なんだ。HP じゃなくてね。HP は絶対全回復するか、ってか。16!16 16日です。ってことは今日は出会うのかな？秋教室に、今日は来るぞ来るぞ来るぞ秋教室に呼び出された。秋教室に呼び出すとかやばいな。は？なんで俺まで？あれ、辰巳あれ、辰巳、ゆうやまで？あの目月についてできるんだろ？俺は無関係だぞ、無関係。来たんだ、あなたも。ああ、あったね。今度友達やで。誰？おー、関西弁の大生徒、どうしたら服部みたいなの好きだが。一番意味わかんない、お前そんなに留年生が、なんでこれ、留年生なんだ。留年言うな、アホどちら様っすか、ほんとに。マジやったよな、神谷の子おかしなったん、ユータンは。シワスくんってもしかしてこの人やったりする言い方よ。でも都合いいんじゃねえか、全部忘れてくれた方がよ。翔があんだけ勉強教えてくれたのに、何も無駄にしやがったのか、お前。あ、強い言い方すことでき関西人、まあまあまあ、関西、ない。おー、よかったじゃねえか、ヒロキ。お前のエセ関西弁、やっぱりエセ関西弁なんだ。記憶のね、こいつは有効らしいぞ。エセ言うな。お、来るか？おっと。うざぎんのお出まし。うざぎん？うざぎん。そういうことか。うさみ銀次郎。略してうざぎん。うざぎんなんだ。うさぎんじゃないや。うざぎんなんだ。はぁ、あ、うつや。来たか。お、来たー来たよー、俺の好きなキャラなんか。宇佐美銀次郎。呼び出しから逃げなかったら感心だな。そこだけは評価してやろう。うっす、神先生。今日も行かしてありません。宇佐美先生、太鼓唇。いかのにタラコってか。お、そこに気づく、さすがにいいやね。うるさいそうやって、余裕ぶっての今のうちだぞ、不良ども。巻き込まないでほしい。遅刻欠席総体の常習犯銃刀法やんの辰巳雄也。何度言えばいいんだよ。こいつは学園児の結果降りてんだって。万年再会、ついには留年。女の死を追いかけますこそがき、シラスヒロキ。やっぱシラスくんだったんだ、この人が。ひどぎに悪いけど、いてこますぞ、このタラコお化け。学校に動物さするバカ、化けの殻剥がれたり、神谷でしょ。別にだ、それぐらいならいい。自分が悪かったんだろうか。ようやく回ってきたチャンスなり。さあ、あれ、雷一発を積み潰すのだ。さあ、天地を下してやる、この宇佐美金次郎がな。なるほど。これは確かに聞き流して良さそうな雰囲気だ。てか、ひろきよ、女の人って何したんだよ、やらしいな。なんもそらんわ。ただ一目惚れしてることが、そう、あの、今のクラス落ちるだけや。年下じゃん。いいじゃねえか。俺も紹介してくれよ。キスがしますよな。天中だけにな。もう、おめえら何言ってやがましい。話を聞け。俺の話を聞け状態やんけ。帰りたい。終わり？嘘でしょ、終わったんだけど。いや、もう終わったよ。何、俺の出番なしっすか？異様に疲れた。昼飯食ったの忘れてくれ。あの野郎無駄に来んじゃねえかな。あんな挑戦進んでたの。巣ごもりを釣り来た昭和ともこつして。なぜ優也昼間に一緒に来ないのならなかったんだろうな。逆だと思うんだよな。神谷に一派に対する見せしめとかなんとか言ってたからね。ところで一ついいことを教えてやろう。そうそう、何神谷に一派って。神谷君はそのポテンシャルとかして教師のプライドを潰している。まあ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 、旗から見たらそうなんだろうな。神谷くんね、いろんな人に勉強を教えてたんだけどね。あー、上の学年や初等部、中等部の地下をつけて地上市に行ってたのよね。規格外のね、バイタリティだね。自分で言うか。神谷くん、学習範囲を全部把握してたみたいでね。そのことが宇佐美先生とか年配の先生たちの感じに触ったんじゃないから。神谷くんにお世話の人たちになった人、ひとまとめに一発って呼んでみたい。
ああ、醜い嫉妬だね。賞に仕事を奪われるのは嫌だ。自分がしっかりすればよかっただけだ。それができないから、くだらないとこをネチネチとつくしかないんじゃ。それでも動物を連れてきた人はどうかと思いますが。そういえば今日連れてこなかったんですな。家でゴロゴロしてるんだ。いいゴミ分だ。俺も食って素振りして寝てを繰り返しただけで生活を。それは良くないよ。あのね、人間って結構ね、意外とね、程よくやって、程よくや、遊んで、程よく休んでっていうのが一番いいらしいよ。俺はでもそうは思わないけど。ひなくん、そんな自楽揺らしませんよ。どこが自楽だよ。素振りしてんじゃねえかよ。いやー、それにしも、記録更新、ナーズだったね。ウザギによる雪橋の最長記録は、朝8時から夜、およそ12時間。やだ。俺のなんかさ、昔の職場にもさ、全然帰ってくれていたんだよな。説教されてたら全然帰ってくれなくてさ、気がついたら夜10時だった時だったもん。朝朝60キロにね。その時はウルーセンスパイっていう、また始まった。なんか名前出てきた以上はなんかありそうだけどな。放課後、あれ？もうウザキ終わった？ショー。どうした？ウザキ終わった？法政カイド、ああ、はいはいはい、ドクターカイドね。すごい怪しい感じの店のさ、あいつの癖なんだからよ。今後役に立てれんねえかなと思って。ほう。いやな、とんでもない行動なんだよ。小さい頃の大怪我してな、あいつの癖に頼ったんだが、一日で感知したんだ。いや、飲んだ瞬間だったかな。すげえ。それだけじゃねえぜ。何を、じいさんいるんだけどよ、慢性的な腰痛に悩まされていてな。あいつの薬を飲んでるで、何大丈夫？なんか覚醒剤みたいになってない？大丈夫？なんかやばい薬になってない？すごい先生なのかやばい薬なのか二択じゃねえかよ。簡単に回復するんじゃないか？いや、あーまあまあまあ、そりゃそうだよ。そんな薬は逆にポンポン変えたら怖いもん。副作用が強いんだ。へえ。うん、そうそう、なんで？お前に対してはめっちゃ甘いっつうか、多分実験対象扱いされてんな。はっはっはっは。記憶喪失の人の体を調べてみたこと難してたろう。いや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 、さすがにちょっとそれはいかがなものかと思いますけど。出てくんな、出てくんな、わかったわかったわかった。まあいつでも解雇法を使うわけではないけど、ありですかね。気にすんな、男と男内緒話でいやらしいな言い方。ふーん。え、いやいや、イカテリーナ出てくる必要ある？それ非日常に対する涙みのような執着心を感じます。エカテリン、そこで出てくんな、いちいち中で。ほう、術技言いますが、この味方につけて有効活用したいところです。いやいやいや、マジでか、マジで言ってんの。おや、神谷君、一体どうしたんだい。さては、体をいじくり回せる気になったのかな。違います。冗談だよ、冗談。からかい会のあるからね、君は。なんとなく、訳ありさせてよ。どうしたのかな。いや、その頼み方はいかがなものかと思うんですけど、薬が欲しいんです。そう、薬くれ、薬、薬。ははその様子だと、辰巳くんが昨日起きたのと関係がありそうだね。僕が作った薬か。いや、いくら君の頼みも聞けないな。あまり大声で言いたくないんだけど、僕の調合薬は国に認可されていない。あくまでもイレギュラーの時代にこっそり渡してる劇薬さ。そもそも疑問だね。なぜそんなものが必要なんだい。それ神隠しの、あ、言うんだ。へえ。なんだって。うん、事情を聞かせてもらおう。内容次第は容器を飲むかもしれない。よかったね、すぐに切り落とす人じゃなくた。さすが、さすが非日常にね対する熱い執着心。異世界アクター、神隠しの存在はそんな突飛もないものだと。まあでもこれアクターでもその神隠しに関わってる人でもない人が初めて聞く話だからな。うん、しかし、うん、あ、それを踏まえると笠松さんのある傷に説明がついてしまう。子供の妄想みたいな話で一周して現実を帯びている。実際に見せましょう。あ、そういうことが強く念じれば。それがアクターってやつなのか。そうだね、まさかのさ、日常的にもできるんだねっていうね。俺が思わず思った。普通の街にもできるんかいって。
ああよく報告された神谷くん。どうしたんですか、壊れた。これほど嬉しいことがあるか、超人と化したものの体をこの目でじっくり見られるんだぞ。かねてよりこの島には何やら不穏な影がまとりついてると思っていたが、なるほどなるほど、実に腑に落ちた気分だ。いいだろう神谷くん、君たちに全面協力しよう。もちろんこのことは単語しない、愛しき妻を除いてね。大丈夫かい、すっかり条件がある。染めな君ならさせると思うがね。体で払います。その通り、お代は結構懐潤ってるからね、さすが。定期的に君の体を調べさせてくれ。そっからきっと新たな価値が作るはずだ。まあでも逆にそういうことにはなるからね。うん。いやー、面白くなってきたぞ。調べ尽くせ、僕は神を生きに達する。大丈夫かこいつ、なんかさ、そのうちなんか破壊層にならない、大丈夫か。破壊層みたいな、そんなけど。え、どうなんのこれは。逆にエカテリーナ、はい、まあエゴイズムっちゃエゴイズムだけど、向こうからしてもエゴイズムだぞ。ドクターカイトからしてもエゴイズムだな。マカツキなんだよ、マカツキって。俺知らないもんで、ね、来たんだけど。日常パートの薬の補給コマンドは消化のに、でもこれ普通に強いな。薬の補給とか強くない、規定の数で持ってくれていい。副作用が強すぎる上に、まあそんなにね、何個持ってったらいかんと。補給はできると、ありがたいね。好きに薬を持参できます。対価は発生しません。あ、ただでいけんの、マジか、それ強いね。いつもなんかさ、傷薬とか買うのお金かかんじゃん。そういうのかかんない。マナポイントはそっちに全部使えるってことか。まあ逆にマナポイントを海田先生がどうやって取るんやって話だけど。オッケーオッケー、強いね。待って、副作用、副作用防御補正1ってことはどんどん下がってくるんだ。僕の回復薬は強力無比。俺よりアテレコひどい。強い。そいつは読みがわりと言って、死者を復活させる手段そのもの。おやおや、その程度で取り扱いには気をつけたまえ。毒舌すら治してしまう解毒薬さ。ドクターカエツさん。そいつは読みが、さあ17日の金曜日です。ちょっと辰巳くん、向こうのことで話したくて。向こうっていうと、あの学園長の話じゃないよね。土曜日に持ち越すって言ってたもんね。あれは学園長のやつの計らいでな、屋上室に解放されてんだ。ほう、まあでもどっちかというと屋上ってなんかさ、あのタブロしてそうなイメージがあんな。え、何これ、何それ、何それ、ナナハル、もしかしてラブレターってやつ。いや、ラブレターにしてはちょっと風がラブレターが送り主が気になるところでね。タチ君が分をしたためなんて器用なことできると思えないし、なんでタチ君ここぞとばかりに爆発すんじゃねえ。いや、しかしうかうかしてられませんぞ。何にしてがある、島に現在この野郎。ナナヨの話かー、ノル。え、何この人、なんかすげえ、なんかインナドアの方来た。これあれじゃねえか、しかも話の内容は。2020年に世界規模で発生したウイルス騒動のせいで、それまでに圧倒的な速度だった経済発展は緩かに落ち着いたわ。でも技術面はそこからもどんどん向上して止まらなかったわけね。例えば人造人間サイコショッカー、かつての技術では不可能だと言われてたけど、確かな積み重ねのおかげで実現が可能になってるの。この当たりこれいいのか、倫理的な問題をクリアできてない以上、あくまでも理論上の話なんだけどね。ああ、そういえばこんな話を知ってるかしら。十数年前に水木コーポレーションが提唱したホムンクルス計画、従来の人間にある代わる新たな労働力として人造人間を使ってはどうかっていう案ね。多くの人々の反発があってその計画が中止になったわけだけど、もしそれが受け入れられたら今頃どんな世の中になってたのかしらね。まあでも今 AI の話もありますからね、現代では。あれ、あんま聞いてないんだ。え、みここ先生って言うんだね。
珍しい。いいけど大丈夫かしら。続いては肩に止まって。うん。七代なんかあるな。アリちゃん呪文のせいじゃねえか。何言ってるか分かんねえ。誰が呪文なんて唱えたの。しまいには本当に呪わないよ、辰巳くん。呪、普通になんか釘刺してそう。なんか授業終わった後釘刺してんじゃねえかみたいな。女の子の日って言うなんで。女の子の日とか言うな。わかるけど。うん。何が言いたいか俺はわかるわ、ちなみに。屋上ですね。いい鳥のさえずりだ。外は晴れた。風が気持ちいい。はるちゃん大丈夫？早退しちゃった。あ、早退になっちゃったんだ。そっか。もらったラブレター。その手紙が気になるとこだね。話したいことするのは？学園長の話。冷静だって考えてみるとさ、神課長解決する気があんのかなって。え、なんで？10年以上秘密にヤクルタを要請して、まあそうだね。神隠しにあった人、今までは確かに本当に恥ずかしいじゃん。これって本当は目的そのものが神隠しの会計で、アクターの研究で、学園長実はそれがどうでもいいと思ってないかな。いや、そういうことはない。でもなんか野望のためになんかさ、手段を選ばないってタイプの人だから、そういうのって。さすがにそれ以上黒いことはね、あんましないよ。そう考えると辻褄合う。ああ、まあ、なるほどね。10年前も同じようなことを繰り返してるのも説明できちゃう。10年間やってんだもんね。ああ、学園長が食い込まれる意図的に引き起こしてる。飛躍しすぎだと思うよ。そんな力ないでしょ、いくらなんでも。水木コーポレーションそんな力あんの？まあ、ありそうだけど。意外とありそうだけど。あははは。誰だろう。これは、でも、この拡張的には、柴田くんとかかね。だが、おおむね外れ。そう言わざるを得ねえだろうさ。あれ？でも違う。柴田くんじゃないな。ああ！俺知ってる人来た！あ、ウルー先輩！あ、この人がウルーさん、さっきの。なんすか、人の話に割り込んできて。悪い。立ち聞きしたくなったわけじゃねえのよ。でもな、気をつけた方がいいぜ。向こうの話するときは特にな。ってことは、ウルー先輩は知ってんだ。その話を知ってるってことだ。多くの方が、実に怯えた子も多い。ひなつくんだけやったんだが。いや、そういう、その言い方はすごいけどね。おじけついた連中。だから知ってる人ではあるんだけど、この人もでもアクターってことだよ、でも。俺が知ってる限りは。それで断言するから根拠はあるんですよね。簡単さ、てめえを振り返ってなく門脇遥か。てめえは学園長に何かされたアニマを作ったわけじゃねえんだろうがよ。そうだね。心の話で何かあってって感じだと思うね。その時点で学園長が車ついには成り立っちゃいねえわけだよ。神隠しは負の感情とやらで起きる。そうだね。で、欲望とか願望が現れてって感じだもんね。だが、原因もなく向こう世界に飛ばされつつもないわけだ。何か恐ろしい目にあったとか、ひどい目に遭わされたとか、そうだね。なあ、そうだろ。神梨くん。翔は神ありです。そうだったかな。ま、あんまりあいつを疑って、俺たちのような二軍になっても知らねえぞ。二軍がいるんだよ。二軍がいるんだ。放課後。いや、印象に残るよ。あれは敵意だった。まあ敵意だろうね。でも、あの人が、ウルー先輩が何かあんのか。制服着てなかったし。制服着てないね。あれ、ウルー先輩の話？さっき校舎にあると見たね。一ついいこと教えてやろう。そうだ、チノ君なら知ってそう。さすがチノ君、いいこと教えてくれ。おぉ！神谷君に頼まれた！フルネームは、ウルー・リュウガ。学園屈指の問題児って言われてるよ。なんかどんどん印象が下がってくな。すごく短気らしいんだよ。気になることだとすぐ殴ったり。一応、え？生徒会長の日向先輩とハフリ先輩3人仲良しらしいんだけど、今2人休んでるでしょ？ストッパーがいない状況ってわけだ。3人仲良し？ってことは昔は3人で活動してた子じゃないかな。4月になったら一度も授業を受けていないらしいんだよね。ほう。何、学校に来てたってことは、あれかな、学園長に用があったのか。商店街に足を運んだついでに何か話に来た。ないよ、憶測だよ。だろうね。へー。
ユージ、ちょっとこちら来てくれる？おっと、呼ばれちゃった。それでは失礼。いろいろ伏線が出てきますけども。あれ、急いで帰っていただかった？ほう。明日のこと、そうだね。土曜日のやつだね。いやー、土曜日のやつ、なんか長い戦闘になりそうですね、これ。